さあというわけで今回は筋肉をつけて体脂肪を減らす食事特集、よいしょ。はい、というわけでございまして、もう夏はもう目前に迫っておりまして、皆さんダイエットしようかなとか思っている方もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。そして日々ねトレーニングをしていて、まあ、大会とか目指している方はまさにこれがもうダイエットシーズン本番になってきますので、今日の企画はもう皆さんにもってこいじゃないかなと思います。もちろんこの動画はですね、今までダイエットしたことない、ちょっとまあ体重を減らしたいスタイル良くしたいという方から、もうボディービル、フィジークなどなどのですね大会に出て体をバリッバリに仕上げたいという方、もう幅広く皆さんに必ず役に立つあれでございます。はい、さあまず簡単にダイエットについてちょっと説明しますと、ダイエットというのは体重を減らせばいいっていうものではありませんので、体重を減らせばいいということになれば、もうサウナ行って汗かいたら体重が減ったらこれダイエット OK か、そうじゃないですよね。そして例えばずっと寝込んでまして食欲がないな、体重が減りました、これもダイエットではないんですよ。ダイエットっていうのはまあ簡単に言いますと、筋肉量を落とさずに無駄な体脂肪を減らすっていうのがこれダイエットの正しい意味でございますので、皆さんそこをまず頭に入れておいてください。でより詳しく知りたい方はですね、私ダイエットについての動画も以前上げさせていただいておりますので、概要欄の方に貼っておきますので、ちょっとチェックをしてみてください。そこでですね、私ボディビル大会もねもう終えましたけれども、その時にですね、今回発見したこれはいいなと、これ絶対おすすめだなというですね、ダイエットにもってこいのですね減量筋肉飯を、なんと今回3つも紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあダイエットというのはですね、もちろん皆さん運動とか食事で行っていくというのはこれももちろん基本なんですけれども、もうそれにも以外にもいろいろあるんですよ。例えばホルモンバランスとかね、まあインスリンに関してとかですね、腸内環境とかそういうのもいろいろあるんですけども、今回はちょっとそういう専門的なちょっとマニアックなやつは置いといて、やっぱり基本はですね、カロリー摂取とカロリー消費、これのバランスっていうのも非常に大切になっています。だからやっぱ運動してより多くカロリーを燃焼したりとか、食事を制限してカロリー摂取を下げるという、このバランスでね、やっぱり体脂肪とか皮下脂肪、内臓脂肪とかですね、どんどん燃焼されていったりするんですけれども、だからやはりダイエットというのは食べたいものをちょっと抑えないといけない、こういう我慢、空腹と戦ったりとか、そういうね我慢っていうのはある程度必要です。その中でやっぱり工夫を見つけて味的にも満足する、お腹もある程度満足感が得て、そういうのをね私今回のダイエットでも見つけることができましたので、皆さんぜひこれ参考にしていただきたいと思います。はい、さあそれではまず最初の食材いっちゃいましょうか。いきますよ。いきますよ。はい、こちらです。見てください。まずはね、白滝でございますけれども、こんにゃくですね。いや、待てよと。いやいや、こんにゃくカロリー低いの知ってるよ。今更それを紹介するのかって言われた方もいらっしゃるかもしれません。まあ、落ち着いてください。まず、でもこんにゃくを紹介させてください。こんにゃくというのはですね、こちら載っておりますけれども、エネルギーこれね、100g あたり5キロカロリーなんですよ。で、ほぼまあ、いろいろゼロゼロ続いておりまして、この食物繊維がまあ 2.2 と。炭水化物も 2.5。これはね、これは本当にね、おすすめなんです。まあこれだったらね、もちろん今見てもらいましたね、タンパク質ゼロなんですよ。ただただね、お腹をいっぱいにしてカロリー低いものを食べればダイエット、そうではございません。私最初に言いました、筋肉は絶対に落としてはいけない。なぜおすすめかっていうのを調理しながらね、いろいろ説明していきたいと思います。さあまずはですね、こちらの白滝でございます。こちらはですね、お湯で温めてください。はい、これね、白滝ね、そのままでももちろんね、水で軽く、さらっと洗ったりしてね、まあ、食べることできるんですけども、これ温めるのもポイントです。やっぱ冷たいものはできるだけ食べない。冷たいものを食べるとやっぱり腸も冷えたりしますので、これでね、代謝、腸の動きが鈍るということもありますので、ここがまずはワンポイントでございます。まずは白滝を温めて。はい。よいしょ。まあね、これ温めると言っても別に煮込まないといけないわけではございませんので、軽くね、あったかくなったなという感じにしてください。よいしょ。うふう。さあ、ある食材をもう一つ準備します。それはこちらです。ドン。こちらをね、使いたいと思います。出来上がりを、完成を試しに楽しみにしておいてください。ドン。さあ、それではこちらを入れていきましょう。さあ、今ねグツグツと煮込んでおります。
グツのグツでございます。間違いなくグツのグツでございます。お楽しみに。まあ、このですね、最初のこちらの紹介する食材はですね、まあ、初心者の皆さんにはかなりおすすめでございます。もうダイエット減量の上級者の方だったら余裕だなっていう感じかもしれないですけれども、初心者の方というのはですね、まずはね、何を食べてるかっていうのも不安もあると思いますし、あんまり厳しい減量の食事だったらもう続かないよというのは、これはもうもちろんわかります。でも初心者の方でもこちらのですね、私がおすすめする最初の料理はですね、味も満足、まあ、お腹の満腹感も満足、そして原料にも持ってこいという感じになっておりますので、出来上がるのしばしお待ちください。こちらでございます。いきましょう、かけましょう、どうさあ、というわけでもうこれだけです。出来上がりでございます。さあ、というわけでもう完成しちゃいました。簡単中の簡単でございます。誰でもできます。実際にね、どんなものを作ったのか実食させていただきたいと思います。第1食目完成いたしました。こちらでございます。えいどん。さあ、見てください、こちらでございます。なんとこんにゃくボロネーゼでございます。はい、というわけでございまして、こちらですね、まあ、青の洞窟さんのボロネーゼでございますけれども、こちらをですね、このね、白滝の上にかけた、もうこれだけなんですよ。で、これ見てください。まずはですね、このボロネーゼなんですけれども、 165g あたりで約 230kcal で、タンパク質は15入ってます。で、脂質 12.9 の炭水化物 12.8 と、まあ、カロリーは228なんですけれども、まあ、白滝のね、カロリーは 5kcal ということで、もう230ちょっとでこのパスタが食べれると。パスタではないんですけれども、原料中というのはですね、もう味気ないものばっかりになってきます。美味しいものが食べれない、味の満足感というのも大切です。で、夜中本当にね、ちょっとお腹減ったなっていう時にこれにするだけでも必ず変わります。普通にまあパスタこういうの食べようと思ったら800キロカロリーぐらいなりますので、もう全然違います。でも満足感もあると。白滝なので空腹も紛れますし、味的にも美味しいということで、これかなりおすすめです。で、さらに男性の方とか体重が多い方とかで、これだったらちょっとタンパク質足りないなっていう方にはこちらがおすすめです。ドン！こちらでございます。ノンオイルツナでございます。これをですね、足すことによって味も美味しく、タンパク質も取れると。エネルギー、これね、49キロカロリーって書いてあるんですよ。で、タンパク質は 11.5 と、これやっぱもうかなりおすすめでございますので、これを例えば足して一緒に食べるとまた美味しいですし、タンパク質も取れると、こういうことになっております。それではちょっと実際にいただきたいと思います。いただきます。これめちゃくちゃ美味しいですよ、本当に。これはもう何度も食べましたね。これはまあ僕らで言うと減量のまあ初期と言いますかね、ちょっとまだ食べてもいい時期になりますけれども、一般の方のダイエットで言うと、もうこういうので十分だと思うんですよ、本当に。まあ、バリバリにね、もう体脂肪をゼロまで削るみたいなことないと思いますので、しっかり栄養も取れるし満足感もあると、そういう感じです。いただきます。本当にこれね、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。もう皆さんもちろんこれ食べたことある味だと思うんですけれども、脂質とね、糖質を同時に摂ってしまうと体脂肪になりやすいんですよ。まあ、両方美味しいですからね。こちらはね、本当にもう麺が白滝ということで、もう炭水化物の量かなり抑えますので、これが本当におすすめです。うん、美味しい。ボロネーゼめちゃくちゃ美味しいですからね。青の洞窟さんの本格派のレストランで食べたような味がしますからね。めちゃくちゃ美味しい。これ普通にね、減量中じゃない時でもなんか食べたいですね。増量中ってみんな言いますけども、好きなものばっかり食べてますと内臓も疲れるんですよ。胃と腸も疲れて、やっぱ栄養の吸収能力も落ちるだろうし、体の全体的なだるさとかも疲れが出てきますんで、これね、消化にすごい優しいものを食べると内臓もね、それだけ回復して元気になりますし、それでまたトレーニングにも励めると、そういう感じもありますので、僕はこれね、増量中とかでもね、消化に負担かけたくないなっていう時はこれね、食べたりするんですよ。うん、これ最高ですね。うん、うまい。お皿でガガガみたいな感じで上品には食べれないですけども、ちょっと失礼いたします。最後、もう最後ソースだけになりました。うん、はい、ごちそうさまでございました。はい、いや、これは本当おすすめです。満足感もあって、味も美味しくて、カロリーも抑え気味と。まあ、これを食べれば痩せるわけじゃないですよ。これでカロリーを抑えて、いかに満足をしながら気持ちも継続させて続けることができるかというメニューでございました。それだったらちょっとカロリーさらにまだ心配だなっていう方はですね、こういうのもおすすめでございます。ドン。はい、
これ見てください。これまあ普通にまあ梅のドレッシングなんですよ。そしてカロリー的にもまあ 15g ぐらいをとっても約 12kcal ぐらいですよと。これなんですよ。まあやっぱりちょっとね、まあ、ボロネーゼさすがに今日夜遅くでまだお腹重いなとか、そういう方もいらっしゃると思いますし、ちょっとカロリーまだ取りすぎかななんていう方もいらっしゃる。そういう方はね、もうこういうちょっとさっぱり系のドレッシングを白滝にちょっとかけると。そしてまあネギなんかをね、パラパラパラとするとね、これでも食べれます。でちょっとね、お塩まああんまかけすぎるのも良くないですけれども、味はしっかり十分食べれるようになりますので、こういったものもおすすめでございます。これもぜひ試してみてください。そして先ほども言いましたように、こちらね、ノンオイルのツナ缶、こちらを足すことによって低カロリーでタンパク質も取ることができるということになっておりますので、ぜひ試してみてください。料理作りながらもね、説明しましたけれども、僕は絶対おすすめっていうのは、白滝も温めてください。冷たいものを体に取るというのはね、体のね、機能をね、低下招く可能性が非常に高いです。腸内がね、しっかり動かないとかいうこともありますので、冷たいものを摂取しすぎたり、冷たいものを食べるのをできるだけ減らしてみてください。またそういうちょっと動画も上げたいと思いますけれども、僕はそれでね、かなり体調も良くなって代謝もアップしてきた実感もありますので、ぜひ皆さんも試してみてください。さあ、こちらがまずは第1品目でございました。続いての必ず変わる